い、白坂です。今回は一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学という、まあ、本ですね、まあ、それを読んでの、まあ、レビューということでお話をさせていただきたいと思います。まあ、著者は、まあ、シスさんという方ですね。個人資産として、まあ、230億円ぐらい持ってるっていうふうに、まあ、言われている方ですけれども、まあ、この方が書かれた本を、まあ、私が読んで、まあ、どういったことが学びになったのかっていうのを、まあ、共有させていただきたいと思います。で、大きく3つ、すごく勉強に なりました、人間の本能と株価の動きには関係がないという、ことを書いてあったんですよね。で、これは私は個人的にすごく勉強になりました。で、どういうことかっていうと、本能って何かっていうと、これ現状維持なんですね。なので、昨日と同じような今日を望み、去年と同じような今年を望むっていうのが人間の本能です。一番わかりやすいのは体温ですよね。その人の、まあ、例えば平均の体温っていうのがだいたい36度だった時に、当然夏だったら体温は上がりやすいです。冬だったら体温は下がりやすいです。しかし1年を通して上げ下げするんですけど、だいたいその人の体温っていうのはある一定の範囲内で調整されるわけですよね。まあ、こういう、機能っていうのを私たち一人一人は持っています。まあ、恒常性維持機能とかホメオスタシスっていうふうに呼ばれているものですけど、まあ、簡単に言えば誰しもが現状維持っていうのを望んでますよと。で、これは体温で例えたんですけど、ありとあらゆることに関して人っていうのは現状維持を望んでます。なぜかっていうと、現状維持が行われれば明日のことがどういうふうになるか予想できるんで不安を感じないわけですよね。去年と、同じような今年だったら、今年が大体どういう1年になるか予想できるので不安を感じないで安心して生きることができる。だから現状維持っていうのを本能としては持ってるわけです。ところが、このシスさんはこの現状維持という本能と株価の動きには全然関係がないということを、まあ、本で書いてるんですね。どういうことかって言ったら、株価の場合は上げ続ける株価っていうのもあるし、ひたすら下がり続ける株価っていうのもあるということを言ってるわけです。で、人間の本能でこの株価を予想するとどういうふうになるかっていうと、だいたいこの辺まで上がったら勝手にですよ、勝手に、あ、もうそろそろ頂点で下がるんだろうなって予想してしまうっていうことなんですよね。しかし、その予想っていうのは必ずしも全然当たらないで、上がるときはひたすらずっと上がり続けることもあれば、下がるときはどこまでもどこまでも下がっていくこともあるということです。だから、人間の本能と株価の動きには関係がないと。で、2番目は、上がってさらに上がったら買うと。で、下がってさらに下がったら売るというのを書いてあったんですよね。これどういうことかっていうと、普通はですよ、ね、普通は最安値で買って最高値で売りたいっていうね、希望を持っているので、こう下がってきたらそろそろ上がるんだろうなって言って、この辺で買おうとするんですよね。しかし、さっきの一番の話になるんですけど、こっからさらにまだまだずっと下がる可能性もあるわけなんですよね。だから、下がってそろそろそこでそっから上がるんだろうなっていうのでは投資は勝てないということなんです。で、それでは分かんないと。で、下がったからもうそろそろそこだっていうのは何の保証もないわけですよね。まだまだ下がるかもしれないということです。だから、ね、上がってさらに上がったら買うと。自分の予想ではなく、現実に忠実に株のトレードをするということです。逆に、こう下がり始めましたと、さらに下がったと、下がってさらに下がったというこの現実ですよね。自分の勝手な予想ではなく、現実に対して、あ、これまだまだ下がるかもっていうことで売るということをやってるということなんですよね。まあ、こういう、こう自分の勝手な予想ではなく、現実に忠実に取引をしてるっていうのが、まあ、個人的にはすごく勉強になりました。で、最後なんですけれども、新聞などのニュースはこじつけの解説であるというのが書いてあって、これもすごく私は個人的には勉強になったんですよね。で、どういうことかっていうと、まあ、例えばですよ、まあ、これは一つの例ですけれども、何か一日のね、例えば朝9時から株式市場が開いて、まあ、15時で、その日の株式市場が閉じられましたとした時に、まあ、結局この一日でですね、例えば、株価が上がったと、まあ、日経平均株価などが上がったとしますよね。そしたら、その後のニュースで例えばですよ、まあ、これはあくまでも一例ですけれども、例えばどんなことが、ね、新聞などに書かれるかっていうと、今日は米中貿易摩擦の緩和の予想により投資家の買いが入って株価が上がりましたみたいな解説が載ったりするということなんですよね。まあ、それはもう新聞などの記者
による解説ですよね。あ、米中の貿易摩擦への緩和ですよね。そこに対して期待が広がったので買いが行われて日経平均株価が上がりましたみたいな解説が載っていたりするんですけど、この資産から言えばこじつけだっていうふうにまあ書いてるんですよね。なぜこじつけって言えるかっていうと、この方はね、本当にあの時間帯ですよね。この方は午前中に集中的に取引するみたいなんですけど、9時から11時半の間で出来高の3割ぐらいを、まあ、この方が投資する場合があるんですよ。だからこの株価の変動に直接影響を与えてる人なんですよね。じゃあその人がいや、この1日の中で、あ、今日はなんか米中の貿易摩擦の緩和があるからとか考えてないって本人が言ってるんですよね。そんなこと考えて取引したことがないと、ね、単に上がったからさらに上がると思ったから買ったとか、下がっててさらに下がると思ったから下がったみたいな、ものすごくシンプルなもので取引してる、その本人がこの9時から11時半の間の出来高の3割以上の影響を与えてる本人がこんなこと考えてないって言ってるわけなんですよ。そんなこと考えて取引してないと。で、僕が考えてないのになぜそんな解説になるんですかっていうことで、新聞などのニュースはこじつけだっていうふうに書いてるんですよね。はい、というこの3つっていうのはこの本を読んだ時に、なるほどというふうに思って、すごく個人的にはすごく勉強になりましたので、まあ、もしもうすでにですね、株式市場で投資をやってると、特に短期取引トレードをやってるっていう方であれば、まあ、ぜひ一読の価値はある本ではないかなというふうに思っています。もし今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガまたは LINE のご登録をいただいた場合は4つの無料教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にご登録ください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。じゃあ坂慎太郎でした。それではまた。